あ、行った行った。なるほどな。めっちゃ考えないとダメだな。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では今回紹介する新作ゲームですが、タイムライというゲームをやっていきたいと思います。はい、2020年5月21日に出たばかりなんですけどね、圧倒的に好評の評価なんですよね。おそらく皆さんも気になっておられるゲームの一つではないでしょうか。で、これがね、もうすぐね、割引終わっちゃうんですよね。 15% の1657円で購入できるということで、時間制御で謎の猫と協力してパズルを解き、不思議な世界の秘密を暴露するということなので、はい、これをプレイしていきたいと思います。ではどうぞ。データを読み込んでいます。はい、じゃあやっていきたいと思います。ニューゲーム。さあ、時間を操作するということなんで、おーね、どういうゲームになるのか想像つきませんが、うわ、もうこの時点で雰囲気あるもんな。このパッと映像、最初の映像でこうね、そのゲームの印象って決まると思うんですけど、もうなんかいいわ、すでにいいわ、もう神ゲーの予感だわ。で、ムーブ、キャラクター、あ、なるほど、あ、こういう動きなんだ、線の動き、なるほど、はい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 、よし、一面クリアかな。わ、すげえ。あ、なるほどな。こうやって移動していく。なるほど。で、ムーブカメラ。で、ズームイン、ズームアウトね。なるほど。OK。まあ、こっちに何もないからこっちだろうな。普通な。で、こう右クリでずらしながらやっていくと。こういうね、良作がどんどん出ますからね。で、ここでこのパネルを操作して開けると。なるほど、これ回数が決まってるパズルゲームのような感じじゃないかな。まあまあ、どんどん、あ、間違えた間違えた。おっと、これジャンプするのかな。あー、ジャンプじゃないんだ。 OK、 こっちね。何にもあれですね、あの、日本語を必要としない、言葉を必要としない感じなんで。お、で、力が、あ、ここで時を操作する能力を身につけたってことじゃない。で、これで多分巻き戻すんだ。あ、ユーズパワー、なるほど。すると自分以外の時が戻ると。はい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 。で、いけるようになると。そういうことか。なるほど。はいはいはい。え？なんか意味深な研究室みたいな、ロボットの研究室みたいなところに来たけれども、ここは、またここで時を、はいはい、巻き戻す能力を使い、で、赤のパネルがあり青のパネルがあると。とりあえず青のパネルで底を開けてみるか。青のパネルを使ってこっちに開ける。で、ここのパネルを試しにやってみる。すると、ここが開く。両方開いたと。そして赤のパネルでこっちを開けてみよう。そうすると、こっちが開いて、ここが通れると。おお、なんかこういうことになるって、全然読んでなかったけど、いけたわ。で、ここは使ってみる？はい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 。まあ、困ったときはこれだな。で、これでいけましたと。
これはこういう世界観からの脱出なのかな。ん？あ、ロボットが動く。あ、なるほど、ステルスゲームの要素が出てくるのか。これはそんな気がする。やべえ、見つかったらやべえよ。まあそういうことだね、多分ね。見つかったらやべえんだ。はいはい。でここからはロボットを避けながらやっていかないといけないとか、そういうことかな。おお、めっちゃ来る、めっちゃ来る。あ、巻き戻せばいいんじゃないのこういう時こそ。いや意外だな、あの結末意外。うん、またなんか苦しんでる。お、なんかなんかの能力に目覚めたか。あ、またこれ来るのか。しかし助かった。そして取ったぞ。何にも聞かない。落とされた。あ、え、これで、これで A とシフトをしてスピードアップ。 A ドラッグ to the left to rewind。 ちょっと待って、これセッティングでイングリッシュになってるのか今さら気づいたわ。再開で A または左ドラッグ行くと過去に戻って A シフトでスピードアップする。ああ、そういうことか。で未来を見たら落ちるから、足を左クリックすると立ち止まる。でその場で待つ。はいはいはい、なるほど。でこれで未来は変えられました。で、スペースでパワーを使うと。そういうことか。なるほど。すげえ不思議だな。パズルゲームっていうわけでもないし、まあアドベンチャーゲームだろうな、ジャンルとしては。で、スペースまた。で、実行。これでいけたのか。あ、それをやってみなっていうこと？なるほど、それをやってみるね。ここで、ここで立ち止まる。その場で止まる。で、これが来る。そして、はいはいはい。で、こうか。オッケー。なんか勝手に進んでる気がしなくもないが。で、どこの扉に入るか。さあ、どこの扉に入るか。ん？そういうことじゃないのか。ああ、なるほど。
未来を見る。あ、はい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 。操作するってこうやって操作するのか。なるほど。未来を見つつ危険がないかどうかを操作する。この少女そのものは操作できないのか。でチャプター1 OK。 敵の動きを観察する。こう行って向こうに行って、あそこに行くためにはどうするか。だから、なるほど、ここで。あいつに開けさせてる間が勝負だから、ここで他見つかる。でここで、あ、そうか、ここが閉まってるからそもそも無理なのか。あ、そうかそうか、はいはいはい。でこっちだ。でここで、こっちに向いてる間にここに隠れ、で進ませる進ませる進ませる。あ、これこっちやばいのかな。いけるな。で、こうか。あ、やべえ、見つかった。あー。なるほどな。だから、こっちに隠れておこうか。で、これは交互になるのか？ということだわ。ということは、ということはどういうことだ？ちょっと待って。見つかっちゃう。この時に、ここで隠れておいたらいいんじゃないか？で、こういうふうに来るから、こういうことじゃないか。で、こうで。こうと。あぶねーっと。はい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 。で、それをやりましょうということですね。ああ、やってくれるのか。あ、これ実演か。はい、ここで隠れました。そして、はい、ここで一旦隠れましたと。なるほど、これ再生してくれるんだ。へえ、面白い。なるほどな。はいはい。で、ここでちょっと移動するんだよな。ああ、だよな。はいはいはい。で、こいつが去った瞬間を狙っていくと。なるほど。まあでも、この動き的にはちょっと、無駄が多いな。OK。さあ、続いて。さあ、時止め能力。うえー、いや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 。そうですか。ここか。で、ここでこう。ここを開けてくれた。なるほど。この感じで、どうなんだろう。ああ、これで見つかるのか、やっぱり。なるほどな。まあ、様子見ましょう。じゃあ。
立ち止まりましょう。こっちに来ました。でこの時にやばいやばい、よし OK ギリで、これで開けて、そして伺う。お、ここ今いいんじゃない？ここに向いた瞬間にこっちに行く、そしてこっちに行く。おお、ギリ間に合った。 OK。 お、なかなかいいんじゃない？今のは無駄のない動きだったと思うよ。でここで待ち、さっとパネルを操作し、そして出ていくと。いいね。OK。さあ、能力。これ多分ここはセーフティーなんだろう。で、ここで、なるほど、こっちに動いていく。で、そこで、そこを閉じられる。だからそれまでに行かないといけないから。はいはいはい。だからもうこの時点で後ろを向いたままだから、これがいけるわけね。あ、違う。一瞬こっち見るんかい。一瞬こっち見るんかい。ここで一瞬見る。よし。このタイミングか。ここで待機かな。あー。あーあー、そうか、もうこれ間に合わないからこの時点でこうだ。はいはい。でこう来て、こう来て、そこで閉じちゃうから、このタイミングでこっちだ。でこうだ。はいはい。でこっちにこう行って、ここは影に隠れる。まあ、とりあえず行く。閉じて向こうに行っちゃうからもうダメなのか。なるほど。それまでの間ね。なるほど。この一瞬だな。はいはいはい。このもう、この一瞬。はい。で、進みます、進みます。進みますと。なるほど。だんだんこうタイミングとか際どくなっていく感じだろうな、多分な。ここで隠れ、そしてついていき、はいはい。でこっちにずれる、そしてここで行く。はいはいはい。なるほど。さあ、これスッといけたらかっこいいんだろうけどな。大胆に行く。
これこっちに来る可能性はあるよな。あ、大丈夫か。あー、ここで見つかる。ということで、これ閉じちゃえばいいってことだな。OK。で、心置きなくこれを操作する。そして、こっちから出ていく。そして、こっちに来る。さあ、あぶねえ。お、これはやべえのか、やべえのか。いけるのか。あ、いけないのか。むず。あー、ここで見つかるってことか、わざと。あ、そういうことだ、多分。ここで見つかります。おえー、来たー。おい、いや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 、あそこを閉じてからね。 OK、 ちょっと焦りすぎか。はい、来なさいよ、もう。はい、見つかりました。えい。はい、これで閉じ込みました。ごめんよ。っていうこと？そういうことだね。はい、はい、はい、はい。はい、バイバイ。なんかもういきなり難しいんだけど。よし。こういうことね。はい。はい、こっちだよー。で、パーンと。なるほど。うまいことできてんな、このゲーム。で、あとは、はいはい。ん？この中を通るのか？うん、猫ちゃん。こういうなんか無機質な世界観に猫っていうのがね、独特だな。よし。OK。まあ、ここはちょっと時を戻そう。ここに猫がいたっていい。この世界に猫がいたっていいみたいなね。ああ、猫に気づいてる間にここに行くっていう、この単純な感じかな。はい。で、猫がいるから。あれ？猫追いかけるんじゃねえのかよ。意外だったわ。こっちか。あー。なるほど。取って戻るよな。取って戻る。あー、気づかれるのか、これギリギリ。なるほど。やり直そう。時を戻そう。いきなりのペコパ。よし。で、猫がやられたっていい
ていうのはちょっと残酷だけど。え、あおい。もういいんじゃない?で、ここで多分、スペースで能力発動を。OK。よし。でね、声かけてるうちにこっちに行き、これを取り、そして戻り、おお、なかなか、無駄な動きは一切なかった。なかなか良かったぞ。OK。なるほどな、これ、猫様のおかげだな、これは。猫様様だなって言おうとしたけど。さあ、いやー、これはおもろい。おっと、あれは橋を、これはでも単純にこの橋を直せるんじゃないか。でこれを一回取ってみよう。そうすると、おお、なるほど、こっちに移行するってことか。で、ここを取ることができると。うわ、これ、ギミックまた複雑になったな。時を戻そう。なるほど。で、こうか。で、ここが開く。で、ちょっとこれを、こいつを。はいはいはい。で、空いたところが、あ、とりあえずこれ取らないといけないな。あ、踏むと、なるほど、踏むと、だから何か物を置かないといけないってこと?うわ、また複雑になってくんな、そう考えると。無駄な動き一切してないけどな。ここで開けて、チャンスは一度きりだからな。ここで操作して、ここのチャンスだけかな、今のチャンスだけなのかな。あ、開くな。はいはいはい、開くな。じゃあもうこの操作をせずにこれで取って、もうこうだな。うぇい、これ間に合わないのか。これ間に合わないと。あ、間に合った。よし。間に合ったというか、いけた。で、ここを押す。で、開く。あ、でもこれが出られないんじゃない?ここ。多分通らないでしょ、もう。あ、通るんかい。よしよし、わかったぞ。じゃあ、ここで待機して。
あ、そうかそうか、ここの道を直してしまったからここに来るっていうことなんだな。なるほどな。はいはいはい、じゃあこれだったらいけるんだ。はいはい、でこうか。でここで直すと。 OK。 あ、いったいった。なるほどな、めっちゃ考えないとダメだな。 OK。 でここが直されます。はいはい、これでいけるようになると。え、あ、こっから始まるのか。だからもうこれは分かりましたね。こっちで、でこっち行って、でここを開けて、あ、違う、これをやるの忘れてた。こっちをやるの忘れてた。よし、よし、でこれを取る。そして、あ、取らなくていいんか別に。あとは、あ、ここで見つかるから、ここで待機か。よし、でここでこっちに行く。来たー、危ねー。来たー。なるほどな、これは楽しいぞ。はいはい、そうか、これは最初の工程はもう出さないんだな、この場合は。うん、別にまあ取らなくてよかったけど。はいはいはい、これ考えた人天才じゃねえか。めっちゃうまく考えられたゲームだなこれ。はいはい、で向こうに行くと。おー、で鳥かごのようなものかなこれ。何なんだろう。あー、セットされるのか。お、ゲージから脱獄、ケージからか、ケージから脱獄、鳥かごから脱獄。はいはいはい、こんな感じか。なるほどな。はい、ということで今、1個の実績解除しましたが、でケージをこれ取って収めると。いやー、このゲームの良さがもう分かったんじゃないでしょうかね。言語を必要とせず面白いゲームを作るって難しいと思うんですが、これかなり、はい、面白いゲームですね。でケージクリアでまた次のところに行くという感じですね。はい、あとは皆さんでやってみてください。今ならSteamで1657円で購入することができます。I remember